お疲れ様スロットです。今日はですね、なんと15レベルが実装されることがね確定しましたということで、はい、クララニュースにね情報が出てるんですけども、ぜひね皆さんも読んでみてください。まあなんか15にするのにお金はいらない、ゴールドはいらなかったりだとか、結構優しい、はい、アップデートっぽいので、まあちょっとそこは楽しみにしつつ、19日ぐらいにね、その調整があるっぽいので、はい、また調整来たらねその動画も上げようかなと思いますんで、まずちょっとね、はい、クララが動きそうだなということで、今日はですねお先に15レベル使っちゃおうぜ、はい、ミラーですね、はい、ってことで通常はまだ14なんですけど、ミラーを使えば今もう15レベル使えるよねということなので、一足先にねやっとこうと思います。はい、で15が実装されればミラーで一つレベル上なんで16を使えるんですよ。16ってやばいよね、考えたらもう強すぎんかっていう、もうわかんない、ゴーレム硬すぎ、エリシェイぶっ壊れみたいな、まあ他のカードも強くなると思うんですけども、まあ一足先にね15レベルがどんぐらいなもんなのか、はい、遊んでこうかなと思います。ケビン田中、なんかだいぶハーフだな、よろしく。さあで、オールブレイカーミラー、マジャチュミラー、ゴーストミラー、なんかいろいろミラーができそうなんですけど、僕はあー嫌だね、ラバはラバは嫌だね、しかもラバにゴブリン入ってるのが嫌だね、またラバにゴブリンってやばいね。ダブルクロス射抜いて、ええ感じに射抜いてほしい。いや微妙だな、なんか、いやいや15のマジアチャがちょっと強いぞ。よし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 、いやこの耐えたことに価値があるよね。セナミ使わして攻めて逆も攻めます、間に合え、あーこれ間に合わないの痛いっすね。ゴブリンやだね、陸の墓石とかかな、の枠がゴブリンになったのかなみたいなデッキしてるっすね。ヤナアメ、ヤナアメザップか、ヤナアメファイブか。さあマジアチャ強すぎ、いやここは行きます。さすがに陸がね、まあってディガーじゃないって感じだと思うんで、いやーラバルね、対空がね薄いかんね俺。まああれはお散歩させたいよ。もう一回押させるよね。あ、インドラアホやんそれ。お、残った。いやザップ系ありそうなんだけどね、まあ、フリーズでしたね。ババは間に合わない、よしよしよし、暇なんでこれでおる、もったいなかったかな、贅沢ウォールブレイカーミラー。さあ15レベル一発でかすぎ、うわ相手バルーンないのかな、バルーンありました、でも時間稼いで勝てそう。相手ヤナアメフリーズなんで突破できないです多分。さあでミラーのね大砲でもう一回時間を稼いであげてみたいな、スリスパキおい。さあマジアチャミラーのおかげですよ。いや本当にこれミラーなかったらボコボコにされてたかもしんねえ。まあ一応ミラーの枠もともと雪なんで、雪玉のテンプレをちょっとミラーに変えたよって感じですかね。さあ今回も圧倒的マジアチャミラーゲーでしたね。まあ、ミラーの良さはね、何でもミラーできる。チャンピオン以外はミラーできるんでね。はい。まあ、このデッキにはチャンピオンしかも入ってないので、まあ、どいつでも好きなタイミングで好きなようにミラーできて、ドリル、ドリル、大砲とかでできるんで、まあ、エリジャイ抜けとかも豊富かなという感じですね。いやー、楽しみ。まあ、楽しみってことでもないけど、15レベ。そのゴールド入れないとかはね、ありがたいっすよね。そうそうそう。無課金勢とかからしてもね、
ゴールドやん、足んねえやんってなる。でも逆に俺らはもうゴールド有り余ってるから正直使わせてくれって感じの側なんですけど、まあまあまあ、なんかに使う時がねあるんかな。アチクイロイフですね。アチクイロイフの強えな。あ、これ仕掛けちゃおう。めちゃくちゃいきます。さあ、この前と後ろのね受けが意外とむずいんですけど、めっちゃ綺麗に受けられてる。お、なんかミスってね。これ行ってもいい気がする絶対行っていい気がする。おい、何やってんや。15レベル、お前は15なんだ。やってこい。オッケー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 。さあ、なんか15レベルというよりミラーユーのが強かったわ。さあ、1本早くもね持ってく。なんなら諦めたかな。これもう1400。なんでそんな削った。いや、でかっ。これ多分諦めててくれこれでフルボーやるかな。全然、はい、ナイス。まあ、陸枯渇っていうのでスケもね、それゴブリンとファイスピーデリバリー大砲、まあ、陸あるっちゃあるんですけど全体的に薄いんで、しっかりねチャンスを掴んでいきましょうかね。まだやっぱミラーのいいとこはね、そのユーノとかもさ、ミリ残りでお前走んの走んないのみたいなあるじゃないですか。ああいうのがね、走んない4のミリでやっぱ走っちゃうんですよね。ミラーの1個上のレベルとかだと分かんない、やっぱ慣れてないんでみんなそこに。それがねちょっと強みではある。さあ、今回はもう流行りオブ流行りのゴブゴヤスキラなんで、これポイズン使ったよね。マジアちゃんもう一周ですあなたっていう、これまたいい話ですよね。いや、でもこれちょっときついな。スケキンフェニーめちゃめちゃ攻めた方がいいかも。攻めまくって最後はドリルミラーワンチャンですけど、まあドリルミラー、オールブレイカーミラー、マジアチャミラーかな。スケキンもいてゴブリンもあるんで、ドリルはねそんな刺さんないかもね今回。いやー、いい低めのね。で、フェニーもいるんで、高めマジアチャは良くない。スケギンもいて。これやだね。戦いにくいね。まあ、早くここにポイズン打ってほしいよね。俺は今ミラー隠してるんで。打ってほしいけど、打たないかもね、このタイミングの。やばい、変なこと言った。呪文ね呪文ねんのめっちゃきついんだけど。うっ、いやー、よく耐えた。これは逆にみたいなとこある。いやー、でも悪くないいや、ゴースト15バカ殴る。いや、ゴブリンも敵もあるんで、で、待った方がいいっすね。いや、頑張ればあるな。スケギン最短で行きたいっす。で、マジアチャ最強サイクル。おっ、ミスってる。マジアチャリン行きたい。いやー、でかい。事故るんじゃない。いや、流れがなんか来てる。テコミポイズン使ったらみたいなね。一応スキラ警戒しとく。これきついな。いや、入りすぎ。ゴールブレイクか。え、うわ、
マジでツイン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 、いやワンチャル、うわーい、あぶねー、いやーなんか減ってましてたよな。いやでも完全にミラーマジやっちゃね、ぶっ刺したね。最後なんか100ぐらいしかなかったもんな。あぶねー、あぶねー、あぶねー。ウッドかユキかやられか、めちゃめちゃ呪文が欲しい。呪文が欲しいけど、まあそこはマジでちょっとねゴーストでねよく耐えましたね。いやこの逆転ちょっと気持ちいいな。フェニックス危ねえな、あれ鳥に食われてたタワーが、いい匂いがするんだろうね。さあアウトロー、お前それは、あスケラフリーズだ、あれスケフリーのやたるっすね、ゴブゴヤなんかちょっと流行ったやつの改良版みたいな。ここにゴースト合わせたかった完全に。言うのなんで歩いた？いやーその低めの位置ね、もうずる。ぶっちゃけ。で、まあフリーズなんで、まあでもやたるか。やなめで、あんまちょっかいかけられてやだ。やばすぎ。やなめ。まあまあまあ。ウォールブレイカーかなんか。ウォールブレイカーが、おい、いやーありがてー、よしよし、俺はこのダメージを抑えないといけない。で今回の相手はマイティなんですよ、アウトロマイティメガゴだったと思うんで、意外と陸受けがヘボいんじゃない。いやーゴブゴエ強っ、ちょっと待てよ、ちょっと待て、一回飛ばすか。まあ、さっきフェニックスがきつかったように今回メガゴがきついっすね。私はさあその攻めは、いやーそうやたるがね便利なんだね。いやでもこのカウントはさちょっと強いぞ。あーマジでそれやばい、アウトローが普通に出せる2倍点になっちゃった。でもマジアイトの貫通居抜き、居抜きやば、居抜き優秀すぎ。さあマジアイトゲーが入ってる、今来てるね流れが。これはちょっとずらいっぱいずらしてね、このねやっぱずらすのちょっと強いんですよね。ヤナアメで綺麗にいかれる、いいよ別に、よし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 、いや流れが良すぎてやばい。あれパッキン来そう、やばい、あロース裂いたからか、いやー煽ってくな。さあメガゴー、いやアウトローかゴースト裂いて、アウトロースケラーこれやられちゃったっすね。なんか流れが良かったがゆえにつらっ。さあもう今のやつはね俺のもう脳内次やったらぶっころリストにはい登録したんで、マジボッコボコにする本当に本当に許さん。さあ26かアゴスケは26、あれマジ打ちで射抜きます、早く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 射抜いて、まあどうせファイボー、え、あボムバルーンと、これをあ、サービスバルーン来ました、これも近畿道で終わりです。バル、あバルキリー一発なくっとしかったな今の、あやべ待ってミスった、待ってやべミスった、やべミスった、なんだこれえぐなんだこれ置物あるうわーなんだこれ。いやでも別に勝てばいいんでしょ、こんなん大丈夫大丈夫
最後に勝てばいいんですから。最後に勝ったやつが勝者。どんだけダメージ受けても関係ない。あ、だから俺キングができるんだって。さっきね、大砲のね HP を調査してたんです。はい、さっきやったやん。なぜ学ばない。こいつ防衛下手だって舐められた説あんないな。いや、はい、これでもう俺のターンですよ。で、問題はバルキリーダリっすね。アイゴレもあったもんな。アイゴレバルキリー、いきます。いやー、いい受けすぎる。いいんす。いや、でもこの魔術相手もう一枚いる。なんで優秀すぎん。あー、それお上手。でも雪だけなの幸せっすね。タル持ってないっすねこの相手。で、最悪ドリル防衛もあります。なんで、よし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 。いや、流れが来てます。おいしい。ああ、いい。リガーの位置がうまい。ドリドリ。頼む。いや、バルキリー入ってる。あ、その雪ミスって。あ、終わりを告げる。マジやちゃー、やりめしてもらったな。で、負け筋はあのバルーンがね通っちゃうんで、これでバルーン絶対通らないようにして。鉄壁。で、守ってばっかだと負けるんで、ここを射抜いていく。あー、一発。気持ちいい。ドリルの落下強制ダメージ2発。うん、気持ちいい。プシュン。はい。危ね。いや、最初のヘッポコなければ多分全然楽っすね。でもあっこからダメージほんと100ちょっとしか入ってないんで、施設2個だけでバルーン守れます。さあ、ポンペオもバルーン使いやないかい。よろしく。もうね、ポンペオバルーンって呼ばれるバルーンデッキがね存在するぐらいバルーンがうまいプレイヤーなんですけど、このプレイヤーはね、なんか攻め方がやっぱ特殊で、このバルーンの周りの空ユニットですごい攻めてくるんですよね。それがね嫌なんですよね。入れきます。ユーノ入ります。延命したい。あ、あー、サボんな。さあ、レイジファイボレイジのインドラフェニックスでディガーもあるんですよ。あのね、そこの攻めがうまいんですよね。なんかバルーンを通すとっていうより、アイゴレインドラとかアイゴレフェニックスディガーの空のね攻めがねうまいプレイヤーなんですよね。連盟します。はい、さっきと同じです。いや、もうミラ強っ。
はい、よし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 。いや、これで意外とバルーンはね守りやすくなったんですけど、ソーリーインドラフェニックス両方きついのと、ファイブのマジェスト来るんで、本当にそこっすね。インドラフェニックス得意だからな、ポンペイは。本当にボムタワーオールブレイカートルネ型とか、うん、やっぱそういうのに対しての勝ち方をね知ってるプレイヤーっすね。こいつは世界一何回取ってんだろう、3回ぐらい多分フィニッシュ取ってるんで、マルチ。ガチバルーン使いっすね。いや、これでもさ、ちょっと熱いんだよな、ドリルミラー。もうアホみたいにいっちゃう。ちょっとうざくない？だってそうだよね、ゴブリンが止まんないよね、レイジだもんね。いや、もっと止まんないで欲しかった俺は。残れ、うわー、大砲よくやったいや、神でしょっつったら、ドリドリで、ハリドリドリドリ、夢つかみドリームで、ウォルブレイカー追加。あー、素晴らしいファイボ。いや、これカップできねえだろ。いや、マジで普通にあのファイブ使った後なんで、もう低めがいいっす、警戒してるっす。でも絶対リカコに来るんで、来なかったいや、でもあの施設いっぱいあるんですよ。そういえば施設いっぱいあるんで、まあ踏み替えていらなかったっすね、このマジェチャも。逆サイ来てもドリル、よし、まあ、一発飛ばして、まだ諦めないのマジ男すぎる。もう一発飛ばしてこれ守られたらちょっと焦ります。うん、ちょっと焦るやんマジで。あ、でも待って、右がこれ抜いたら天才呼んでください。やべ、いや、さすがにね、24あるよな、30ぐらいあった気がする。オーケーこれで逃げ下がったかしかなかったらもう笑いんかったですね。オーケー、ナイス。いや、バルはね本当に施設2個あれば何でも守れます。